JBC が高知選手と広木の選手にストップをかけたことについてどう思われますか？俺今週金曜日にスパーリングすることになってるんで、ちょっと聞いてみようと思う。もしかしたら、彼の試合後にね、その部分も含めて、一緒に前向き教室でお話できるかもしれないなと思ったから。私は事務局長が一度 OK を出したものを、あとひっくり返すのはあまりにも節操がないと思うのですが、ね、もし一回 OK を出して、後からそうやって言ってんだったら、本当にもう、まあ、でももう、潰れゆく、期間でしょ ?JBC は。うん。俺から言わせてみると、こういうことやってるから、ね、誰も助けてやろうという手も出てこないし、本当に思う。今の人たちはやっぱり解体した方がいいと思う。うん。結局まだ古い人たちがいてそういうことやってるわけだから。うん。JBC という団体は残っても、俺は思うに、人が変わらなかったら、あんま変わらんも変わらんと思うのよ。マジで。うん。今の人たちがいなくなるっていうことが必要だと思う。なので、まあ、ね、どうなるのかちょっとわからないけれど、俺も何か一つのことに対してコメントするためにはね、ちょっとやっぱりね、俺も厳しい意見になってしまうと思うので、しっかり裏表内容分かりたいと思う。特に今回の場合は、俺がコーチ選手と繋がってるっていうのもあるし、ね、まあ、皆さんがどう感じてるか分かんないけれども、奴は本気でボクシングをやってるよ。マジで。まっちゃんさん、コーチがバレンさんにめちゃくちゃ評価されてるみたいなことを言ってますが、実際バレンさんから見て、コーチのボクシングレベルはそんな高いんですか？ごめんなさい、ボクシングレベルが高い弱いの観点で話してるのかな？俺は、ボクシングの試合の場で勝てるか勝てないかの、観点で俺は話してるのよ。うん。ねえ、ボクシングの技術のレベル的に言えば、もしかしたら俺自身もそんな高くないかもしれないけれども、いろんなものを持って、ね、俺は戦ってたわけで、それで脳原量でも俺は日本チャンピオンになる、ことができたわけじゃん。ねえ。なので、俺がコーチ選手を評価してるのはそこの部分だね。うん。あるものを全力で使って、なんとか、勝とうとする、その意志が見えるんだよ、奴には。心強いよね。そういう感覚が俺にはある。